2019年6月23日。 沖縄慰霊の日に放送された番組を放送しなかった部分を含めディレクターズカットとして16話に分けて配信していますジョン・カビラさんがお父様カビラ長生さんにインタビューしましたアメリカ留学から沖縄へ戻り琉球放送の仕事に就いた長生さん今回はベトナム戦争の時代

そしててベトナム戦争が始まってまっすかなり雲行き怪しい時代ですよね冷戦の時代でもあります、うん、アメリカ軍の支配しかし妻はアメリカ人どういう思いなんですか日々あのね、うん、番組に関する限りはね もう自己規制ややるんでですねこれやむを得ないわけですよまあそれでもなお出すべき番組は番組で出すとこれはちょっと彼らの気に障るなっていう番組も出しました。例えばしかも、うん、その英語放送のねアメリカ人がアメリカ軍からもパートタイムのディスクジョッキーもいるんだけれども。 プログラムディレクターがねあの非常に柔和な人だけどね骨のある人でね言うべきことは言うでも清しい言い方があるんだ彼はね例えばどういう題材批判の対象はどういういことに例えばその米軍の犯罪に対して、まあ、ニュースを出すニュースを出すきに その取り扱いが沖縄の景観が及ばないというようなことについてはいかなるものかみたいなことをやるわけですね沖縄のコミュニティ沖縄の町の中で起きた犯罪についてはそれなりに沖縄の警察というものも尊重すべきでないかというような意味合いのことをやるわけですよねと、うん、ね。 直接いろいろ連絡がするんだけどもさっきの放送は聞いてるからねという程度の言い方はしてきたらしいそうするとプログラムディレクター彼らは答えてるよっていうのはね、うん、そういうディレクターでしたねまあ市政権がない沖縄ですよね行政はするけれども市政権がない立法府というようなものがありその 地方議会みたいな扱いの議会はあるわけですよねいやこれは地方議会じゃないですよもう中央政府的なものはあったわけですよただしアメリカ軍政府当局の気に入らないものは高等弁務官ハイコミシナーっていうのがいて彼が拒否するっていうそういうことですよね、うん、そういう時代でしたね、はい、だからやっぱりあの土地問題なんかについては これは島ぐるみ闘争みたいなのが起こった時にはいわゆる彼らは土地を一括して買い上げるっていうようなことについては断固反対するっていうようなことは島ぐるみ闘争的なもので結局アメリカ軍が折れるとアメリカ側が折れるというくらいの沖縄の民衆の力っていうのはありましたよ。うん、琉球政府がああありりまますすそこでちゃんとあの立法も で公選制で選ばれた議員らが、まあ、ルールを作ります法律を作ります、うん、でもただし主席は任命制だった、はい、要するに分かりやすく言うと知事は公選されなかった、うん、っていうことですよね、うん、考え方によっ、うん、まあ一つの国で言えば国の長を選ぶ権利は沖縄の人たちはなかった,かった要するに立法院に その代議員を送り込む投票はできます、うん、しかし行政の長を選ぶ権利は与えられなかった。ったでその主席を選ぶのが任命制、うん、もうその主席は任命制でアメリカのこれ高等弁務官が任命するという形なんですよね。うん、それがようやく<で>、はい、その主席選挙が行われるようになったのは。 市政権変換が間近になってからのことなんです。そうですね、うん、それまでは任命制でしたねはいまあこれ本当に長い話になるんですけど復帰が決まるまで復帰運動がありました、うんえー、で島ぐるみの土地闘争もありますその米軍がその基地を作るべくその土地を収容していくわけですよね これに対して沖縄の人たちはどういう声が上げることができたんですかいやいやですからこれがその島国闘争に現れるように伝統的に全住民的に、ね、まだ県民と言えない時代ですからこういった人たちのやっぱりうねりっていうものはアメリカ軍を動かしたんですね。でしかもアメリカ軍もね土壌がありましたね。 軍政当局がそんなら君らワシントンに行って向こうの国会議員に言えというくらいにしてアメリカに行くく代表団を送っってくれるぐらいの努力もあったんですうんしかし行っても向こうの国防長官とかそれからそういう軍事委員会の委員長とかは沖縄は必要なんだというようなことで説得されて ただしい、うん、土地については我々は考慮するというそういうすするような度量もあったと思いますね、うん、だって時はベトナム戦争だからベトナム戦争になってくるとベトナム戦争になるとなお沖縄軍の基地は B52 なんかがね,もうね利用されるような状態爆撃機です、ね、はい。だからあのいわゆる政権変化のためにいわゆる復旧運動をやってる人たちを 謙虚して弾圧するというところまでだからもちろん一部検挙されてあの、うん、軍の刑務所に入れられた者も,もいましたけどねそういうのは公にならなかったんですよ私たちはそういうことを聞いてても今度はこれをまた放送に出すことはできなかったというそういう状況でしたね。うん その僕が小学校の時代ですから1960年代半ばあの沖縄復帰運動が吹き荒れます、うんえー、学校の先生がストしたっていうことも覚えてます、うん、これは何がきっかけで起こって大きなうねりで時の,その佐藤栄作賞を持って交渉に 至るっていうやこれはね長い話になりますけれどもねあのー、あの頃から私のところにいろいろ本土いわゆる日本本土における米軍基地の維持に関する情報を聞きに来るわけですね。もちろんその彼らは彼らの名に調査してますがその時に彼らが発見したことは発見したっいうよりはまあ学習してきたことは 日本本土における米軍基地っていうものは全部管理してるのは防衛庁なんですよねつまり住民が直接占領軍と、まあ、占領軍というか進駐軍って言ってるんですが進駐軍と接触するっていうことはないわけその間に防衛施設局とかそういう日本の官庁が入ってるわけね。 防衛施設局でしそ、ね、うん、防衛庁まあ防衛庁ですよね、はい、でそういうのが入ってるのを見てね沖縄には僕では全中路っていういわゆるアメリカ軍基地の労働組合があるんだけどもこれの処理とか団体交渉を全部防衛施設局がやるわけですよ。米軍が直接タッチすることは,、ね、沖縄の場合は米軍がない、うん。 軍労向こうでは全軍労と言ってたんですかねがと団体交渉に応じなければならない手を焼くわけです。これはよりは日本政府との交渉によっては基地の自由使用を認めさえすれば私政権は返還した方がいいのではないかっていう。 もう1960年代頃から来るわけです、はい、要は米軍の管理下にある私政権はアメリカ軍が持っているなので直接沖縄の人たちと交渉せざるを得ない日本の例を見てみるとなるほど日本政府を間に入れて米軍は直接基地の土地権者 もしくは周辺環境の市民と交渉する必要がなくなるよって施政権は日本に戻してその代わり基地の自由使用を認めさせる、うん、これでいいじゃないかとそうですよだから例の密約が出てくるわけですよどんな密約ですか基地の使用を認めるさらに有事の際には核兵器の持ち込みも認めるというそれで しかしそれで沖縄が帰ってくるわけですよねすいわば条件付きで、うん、だからそういうことを感じ始めるんですねですから私があのいわゆる RBC の後期というかまあ特に後で話が出てくると思いますけども沖縄放送協会ができるときに協会の会長になったときに東京に来て NHK の会長に 沖縄放送協会という沖縄における公共放送は長くは持たないと思いますとアメリカ軍いやアメリカに対して私政権の返還は近いと思いますと言ったら NHK の会長が「カビラ君アメリカが血を流してね勝ち取ったあの沖縄はそう簡単にはね解散よ」って言うんですよ。いや近いいや近と思いますよって言ってて言 1972年、うん、沖縄が返還されます、うんえー、当時は中学生だったんですけれども、えー、喜びと同時にあのでも結局自衛隊が来るんでしょっていう思いは中学生にもありましたね、うん、それで幸いなことにねまあママが。 そのアメリカ人ではあったけれどもあの人はいわゆる反戦平和主義のキリスト教教派に属しているがゆえに非常に是々非々主義で沖縄の状態を見ていたというそういう人だから良かったと思うんですよ。そうでなかったらまあもっともままにしてみればアメリカ人として非常に。 複雑な心境に落ち込むこともあっただろうけれども、うん、よくその点は耐えてくれましたね、うん、J-WAVE セレクションジェネレーショントゥジェネレーションストーリーズオブ沖縄十一回目はここまでとなります次回は沖縄の公共放送沖縄放送協会設立の経緯についてのお話です